はい、皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日も新型コロナウイルスに関連するニュースなどをですねお伝えしていきたいなと思います。今日はですね、皆さんねご存知ですかということでお話したいんですが、株価ですね、日経平均株価というものが、2万円を切ったとか2万円を超えたとかですね、何百円下がったとかいろんなニュースがありますけど、今株価ってどうなってるかご存知ですか？これは2月から2月まではずっと上がってたんだけど、3月に入ってぐーんとこう下がりまして、3月の19日ぐらいまではもう一気に下がってですね、大変なことになったんですよ。だけどその後20日過ぎからは復活してですね、またずっと右肩上がりにずっと上がってきてるんですよ。不思議だと思いません？だって3月の二十何日に、ね、その株価が下げ止まり終わって上がり始めた時に、何を言ったかっていうと、小池さんが、小池百合子ね、東京都知事が、なんだ、感染爆発重大局面ですって言ったんですよ。でそれは感染爆発重大局面だったかもしれない、だけど、その話を受けようがどうしようが、株価はその前からその発言があろうがなかろうがそこからずっと上がってきてるんですね。そして4月になって今度は緊急事態宣言が、出ました。だけど株価は上がってるんですよね。でその後緊急事態宣言が延長されますっていうことが発表されました。それでも株価は上がってるんですよね。そして緊急事態宣言が、解除されました、ね、まず田舎の方から、そして今回東京の方も、解除になりましたって言ってもずっと上がってるんですよね。っていうことはその新型コロナウイルスによって実は関係なく上がってるじゃんってことなんですね。でこれはなんでかっていう話なんだけど、実は投資家の方々はバカじゃないです。世の中のことをいろいろ研究している中で、新型コロナに関してのことが、見えた、読み切ったのが多分3月の20日なんですよね。もうこの時に、ああなんだ、いろいろ大変だって言われてるけど、まあインフルエンザみたいな風邪なんだと、だからまあそんなに気にしなくていいんだと思って、早く自分たちも立て直さなきゃということで、これから伸びる会社とかに投資をしていって株価が上がってきてるわけですよ。でこれね結構重要なんですよね。だからその株価はだってアベノミクスって株価大事にしてたんでしょ。で株価が下がってないんだったらいいじゃんって話なんですよね。だけど今度は違う話になってて、その飲食店が大変だとかですね、家賃が払えないからとかって言って、じゃあそのために何か金くれとか言うからね、金を渡したりしてるんだけど、渡すっていうかね、補助したりしてるんですけど、でも話おかしいですよね。だってそれは別に今じゃなくたって大変な時はいっぱいあったわけですよ。でも今はなぜね渡さなきゃいけないかっていうと、それは国が指示したからですよ。国が店閉めろとかですね、客に来るなとかってね言ったからですよね。言わなければ今までだって景気が悪くなったりとか、もしくは大変な時にはですね、だからといってお金くれって言ってもくれなかったわけですよね。でも今度はくれるのは国が指示したからですよ。だからもう3月の20日ぐらいでもうね見えてるんだったら指示しなければよかったんですよね。まあこれぜひね、ソースはちょっと今日は明かしませんが、皆さんも見てもらえば分かるんだけど、実は小池さんが何て言おうか、緊急事態宣言が何て言おうか、感染者数っていうのはもうその前からですね、減少が始まってるんですよね。だからその減少が始まりそうだっていうことをいち早く読んだのが株価だったんですよね。で皆さん自粛生活をしたから感染者が減ったと思ってるかもしれませんが、それより前にもう減り始めてるんで、だからそれより早く気づいたのが投資家っていうことなんですよね。だからもうちょっとねその辺を考えてみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。今日はねもう一個話したい話があったんだけど、明日に回しますということで、ネットビジネスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。